ああ、何度かクリアできた。お次は、24。あと4面プラスボス。多分ラスボスだね。お次は、またリクエストある。こいつ、罠は持ってくるからな、武器地。乗り換えジャンクション。それは魂の交差点。お、バケツだ。また罠じゃねえだろうな。無機中はすぐね、実験、俺を実験台にしゅーんと動く。動いて戻る。隠れながら戦い、それがバケツのいいところ。あ、あちゃんじゃん、あんちゃん。なるほどなるほど、こっちに乗り換えとけ。落ちた。うん、大したことはなかったが、お次はこっち行ってみましょうか。動き出した。届かないな。あんま俺これね、スクロールステージ好きじゃないんだよな。うい、近い。ちょっと焦った。どうやら右から行くと安全にこっちのやつを倒せてたってことみたいだね。強制スクロールは嫌いクマ。今のもね、絶対一回待った方が良かったんだけど、気持ちよく駆け抜けた。また動き出した。お前は帰れ、タコは帰れ、たこ焼きにしてやる。こういうことですよね。すっごい滑るよ。めっちゃ滑るんだよな。ほっとくと落ちるしね。やっぱ終盤だな、難しくなってきてる。当たり前と言ったら当たり前かもしれんが、イカ減ってもどっかで増えるんだよね多分ね。マックス状態でさらにアーマー取ると残機増えるのかな。大事にしたいね。うっ、怖っ。スーパージャンプ。イカじゃん、イカじゃん。構造上まだ上に行けるみたいですし、こういう時はね、下になんか忘れ物はありませんかとチェックしてた。ここもシューターの方が明らかに楽じゃない。だから塗らなきゃいけないとこ結構あるしね。武器地の罠だね、ほんと。えい、はい、した。回復用に塗っとこう。完璧。本当、ああ、ここ飛び降りるのかなって思ったんだけど、バケツを落としたら全部取れる。これ役に立つときあんのかな、この知識。縄張りバトルで使うことある？縄張りバトルでイクラを集めるなんてないよね。あ、ある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 、なんかある。出ていくんだ。あ、こういうことか。ってことは、下にどうやっていくんだろう。
ちょっと降りて確認しよう。あ、なるほどね。こういうことか。足りないな、足りない、足りないぞ。お前に足りないもの、それは。これ厳しいな。こうかな。怖っ、怖っ、怖っ。怖い、怖い、怖い。ほら、怖いって、これ。そもそもあの生き方が合ってるのかどうかすら怪しいんだけど。別にここは難しくなかったからどうでもいいです。もっと他に方法実はあるんじゃないかな。あ、あるじゃねえか。ああ、見つけたよ。違った生き方だったけど、今の俺の生き方もある意味間違ってはなかった。間違ってるわ。間違ってるから死んだんだよ。まさかのスポンジありだよ。これがスポンジの力。チャージャーで狙うにはうってつけやね。武吉くん言われてるで。チャージャーで狙うにうってつけやで。なんでチャージャーじゃないんや。おお、結構奥まで行くねこれ。あ、なんでさっきは行ったのに。おっと、行った。ひゃー、飛んだらいけそう。いかないけど。ちょっと、うわー、飛びてー。やっぱ武吉の罠だらけだわこの世界。どっから狙ってきてる。そこか。うん、狙撃、狙撃。ちゅう、おお、驚きのジャンプ力。痛い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 。傘が欲しくなる。いっぺんか、うっ、慣性の法則。おっと、やったぜ。食らいながら無理やり行ったか。そして後ろにいくらがある。いくらは自分で行かないともらえないんだ。稼げた稼げた。足りない足りない。よし、だが無理やり。ちょっと待とう、怖いわ。よし、オッケー。みんなもね、武吉の罠に騙されないように気をつけよう。打って変わって不気味な静けさ。静けさや変わず飛び込む。飛び込まない。ぬ、回る、うん、ん。ああ、鍵取ってからだな、あれは。おかわり来た。行ってチェックポイント。相打ちだと。ん？
チェックポイント、うん、チェックポイントはいいよ。これか、逆側から来いってことだろうかな。まあ先にもらえるものもらっとこう。誰がアーマーやねん。はい、下はありません。今のね、潰されそうで超怖かったんだよ。じゃあこっち行きます。誰と戦うことになるのか。この時はバケツの強さ。後ろから来た。さすがバケツ。バケツは壁があると強いよね。はよ来てー。失敗した。どうよ、武器値。ここもチャージャーだったんじゃねえのか。よし、鍵出たよ。マニネミ。よし、間に合った。あれ、一つ見つかっておりませんね。でも分かんないな。諦めて一旦クリアしますか。ここ飛び降りれる、もしかして。飛び降りられない。飛び降りれるとは言ってない。そう、ダメなとこなんだ。超いけそうだったんだけど、あ、ダメって思った。あ、そこダメっすかー。乗り換えジャンクション、それは魂の交差点。戦略タコツボ兵器に関する論文のようだ。タコ足を移植することで思うままに兵器を操るための研究だ。その真面目さに裏付けられたタコの研究レベルは世界平均の15年先を進んでいるという。ナマズ取り返す。間違えた。絶対これの方がいい気がするんだ。行くか。砕け散ったね。おそらく体砕け散ったね、今の。どんだけ俺を飛び降りさせれば気がするんだ。はい、ない。で2003ね。でこのまんま退出した場合、これ2003持って帰れるのか。1920になってるからダメだね。あの途中でやめちゃダメ。リセット。はい、というわけでね、マジ見つかんね。やったら最後までクリアしろってのは分かったけど。あった！あったー！見つけたー！裏だ、裏！そんなところにあったか！てめえ！すっげえ探したぜ！
怖い。取れた。速攻。やーそこ壁ダメなんだ。後ろ取ってないね。うん、でもまあ見つけた。あーよかった。なかなか厳しい場所だった。ここね、うわ、もう6分も経ってる。これもこれで結構厳しい場所っていうの、それがまたいやらしい。戻ろうとして無駄に食らった。よし、普通にこっち戻ろう。あーよかった、見つかった見つかった。よーし、クリアだー。あーにゃーる。よし、帰ってきた。